季節は8月。夏休みも練習に励むのは、法政大学弓道部の工藤夏美さんです。狙う的は28メートル先。大学生活をかけた大会が始まろうとしていました。もともと弓道に興味はなかったんですけど、親のやってほしいという意気込みで入っちゃった感じです。団体戦でも結局個人の4本に的中がかかっているので、その的中で試合勝敗が決まるということですね。やはり4本自分で当てなきゃ勝てないっていうのがすごい逆に楽しくて、練習して行っていけばやはり的中が伸びるっていうのが楽しいことですね。やはりこの大学は強い大学なので、インターカレッジ、全国全日大会、あとその上にある王座大会で全国優勝することが目標になります。散々親に迷惑かけてきてしまったので、まず親孝行して恩返ししたいということと、あと弓道で知り合った方々や、人生において自分の選択の時に重要になってきた方々、先生方に何か今後お返しできればなということは思っています。好きな言葉と言われてもあまりピンとこないんですが、自分の生き方としては後悔しない生き方を目標に日々練習精進しております。後悔しない生き方、その思いを矢に託し、今日も弓を引きます。